皆さんおはようございます。立山に新しい風を皆さんと起こしたいと活動しております、室敦美でございます。日曜街頭演説4年半続けておりまして、今日で177回目になります。いよいよ立山市長選挙が来週の日曜日から始まります。来週のこうした演説は選挙運動ということになりますけれど、今日はいつもの政治活動としてお話をしています。ただ、選挙が迫ってきていますので、皆さん選挙に参加しましょうというお話をしたいと思います。投票に行こうではなくて、もう一歩進んだ選挙戦にも参加してみませんかというお話です。新しい風を期待しているよという声を本当にたくさんの皆さんから聞いています。ただ、期待して待っているだけでは風にはなりません。皆さんが一緒に動いてくださることで、風が吹くことになる。それを私は選挙戦、1週間の選挙戦でも実践していきたいと思っています。どういうことかというと、裏で応援しているよって言ってくださる方、本当にたくさんいるんですけれど、それもありがたいんですが、それだけではなくって、1週間街中を駆け回るのに一緒に動いてくださる方がいらっしゃるといいなと思っています。選挙の1週間いろんな決まりがあります。お金も基本的には使っていいところ、使っていけないところがありまして、ウグイスと言われる車でお話をする人、そして運転手あるいは事務員の方は、お金をいただいてもいいんですけれど、それ以外の方は基本的に運動員と言われる方は皆さんボランティアです。加えて私のチームの皆さんは、全部すべてボランティアでやろう、手作り選挙を目指しています。なので、ウグイス城と言われるものも素人の皆さんにお願いしていまして、これが結構楽しいので普通はできない経験でもあります。ちょっとやってみたいなという方、半日単位で、一緒に乗ってくださる方も募集しています。特に女性の方、街中で自分の声で動いてみる、そんなことも経験としてやってみてはいかがでしょうか。そして、動くためにはその原動力としていろんなことが、分かると動きたくなる。立山ってこんな状況だったの、これはうかうかしていられない、そんな方が集会を通じて増えてきています。あるいはいろんなことを動いている方のお話を聞くことで、私も何かやってみなくちゃいけない、何かやりたい、そんな気持ちになる方も出てくると思います。そういうことで今日の2時から、講演会トークショーを行いたいと思っています。この時期に候補者がやる集会というのは普通は、決起集会と呼ばれまして、いろんな国会議員とか県会議員とか市会議員とか肩書きのある方を呼んできて、候補者を褒めちぎって、そして頑張ろうっていう規制を上げます。そういう会が皆さん楽しいでしょうか。それよりももっともっと肩書きとかそんなことは関係なくて、自分たちの街を変えていこう、そんな人を私は増やしたいと思っているので、トークショーという形でいろんな方をお呼びしています。本来であれば立山市民の方もたくさんお呼びしたいんですが、どうしても現職に対抗して、選挙に出るということになると、なかなか人前には名前を出せない、動けないという方がたくさんいらっしゃいます。そんな中で自衛隊のトップを務めた藤田さんが、
講演を引き受けてくださっています。あとは私の知り合いの方、立山以外から外から立山を見てどう思うか、そしてどんな活動をしてきた方か、そういうお話を聞くことで、あ、自分も何かしたいなって、いても立ってもいられない気持ちになっていただきたい、そんな会を2時から企画しました。今日はお天気もいいですし、いろんなイベントもあるので、いろんな方があちこち出かけていると思います。そのついでに、富浦ビアクラブの、さざ波ホールというところでトークショーを行いますので、そちらにもぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。若者たちへのメッセージという共通テーマですが、若い、年齢的に若い人だけではなくて、これから何かまだまだやっていこう、そんな方も元気になると思います。この日曜街頭演説は今日で一旦終了しまして、来週からは、1週間選挙で街を、お騒がせしますが、たくさんの皆さんとお会いできること、そしてたくさんの方と一緒に動けることを期待しております。皆さんもまた健康に気をつけてお過ごしください。ご清聴ありがとうございました。